インスタで見て、はい、結構みんな来てるから。あ、本当ですか。うん、おはよう。いいなと思ってちょっとブラブラ散歩ついでに来たんで。 ありがとうございます。あそこの縁側のお席だったらあのワンちゃんも全然大丈夫ですし。そこ、はい、ああ、そこ、はい、何あんた転がってんのちょっとちょっと何馴染んでるの結構ワンちゃん連れた方も多く来てくれるんで、ね、多分いろんな匂いがするんだと思う。確かに確かにそれはあるから、ね、そうなんですよ。ワントモのインスタに結構出てるんで。あ、そうなんですか。知りませんあんまり。本当に上げてる、上げてくれてる方は多くいるんですけど。すごいいっぱい。あ、本当ですか。嬉しいな、それね。
でこの辺ほらお散歩でちょっとね、はい、行けるとこがないんですよ。うん、確かによく聞きますねそうやって。うん、そう、まあ、でここも中もここまでだったらワンちゃんも大丈夫ですし。あ本当に、はい。もうちょっとのここの席とかでも全然もちろん大丈夫ですし。行くじゃん。なんだっけこのオーツミルクのオーツミルクもなんとかかんとかですかな。はい、ミルクが変更割り引き普通の牛乳かオーツミルクっていう大麦で作ってるミルクがあるんですけど、オーツミルクと何だかありますよ。ない。あ、ありがとうございます。はい、これはオーツミルク。ビクちゃんダメだっつってんじゃんって入っちゃう。へえ。あ、癖がなくていいねこれ。結構今牛乳以外もソイミルクとかアーモンドミルクも出てるじゃないですか。うん、でも個人的にソイラテとかアーモンドミルク好きじゃなくって、うん、でもそのオーツミルクのカフェラテとかは本当にすごく美味しいと思うんですよ、ね、これちょっと甘くて美味しいな。で砂糖とかも入ってないので、うん、本当になんか麦の甘さだけなので、お疲れ様です。だいぶすっきりして飲みやすいですよね。あ
Oh,